つくばねは、白檀かつくばね属の落葉低木。私有一種。つが、もみ、汗びなどに、半規生し、高さは1から2メートルになる。幹は直立するが、数多く分子して水平に伸び、枝先はやや垂れ下がる。若い枝は緑色、古い枝はタンパク灰色になる。葉は耐性し、葉心は長卵形から高皮心型で。 長さ3から7センチメートル、幅1から4センチメートルになり、先端はお嬢に長く尖り、基部はくさび型になり、短い傭兵がある。葉の縁は全縁となるか棒状の細毛が生える。牡蠣は5から6月。花は単緑色で、計約4ミリメートルと小さく目立たない。尾花は丘株に、目花は目株につく。尾花は枝先に周産か所につき、四列した。 ヒヘンが反り返り押しべが4個つく。目花は目株の枝先に1個だけつき、雄水はなく、養生の細長いツトが4個つき、ヒヘンは早く脱落する。脂肪は貝で短い火中がある。柿は10月。果実は長さ7から10ミリメートルの卵円形で、その先端には花の跡に長さ3センチメートルほどに大きくなったツトが残り、羽根付きの羽に似る。 私有一種であるが、オカブとメカブが隣り合って生育していることが多い。日本の本州、四国、佐賀県、長崎県、大分県に分布する。津賀、もみ、アセビなどが生育する。痩せた産地の林へ、林園に生育する。若葉は食用にできる。また若い果実も塩漬けにして食用にできる。ありがとうございます。